ね、またドラフト。もうテンポ悪いからドラフト嫌だ、ほんと。あれ、選んでみうつ、あとで。ここで相手が伝説選んでくれたら神なんだけど。ああ、それね。なるほど。みうつは待ってるから選んで。うん。相手も一匹開けてきたから、相手も伝説取ってくるけど、雑誌は人気ないな。指が疲れるから。ゾロアークもね、余ってますけど。あれか、ザシアン敵が取ってんのか。わかんで。一周目でザシアンバンしちゃうと、マジで、あれだよな。あえて、そこでバンすると、高校でザシアン最初バンしたらあれか。ゾロアーク使えるわけだもんな。なんか、味方ちゃんと編成選んでくれてますね。回復できるやつ欲しいけどね。キュアの方がいいかもな、これ。タンクより。ミュウツーとゾロアーク両方取れたのバグだけどね。タンクとベタ足のメイジはいないんだよね、こっち。まあ、相手の編成終わってるな。好き放題取ると、まあ、こうなる、そうなるわな。中央に渡してほしいけどね、本当は。だよパンゲア、このメンツでキュアは。あのミュウツーもいるから。まあいいけどあれだな、まあゾロやなつくのは。もう喋ってたら終わってんだよ、もう俺。ほんと。まあ、ミュウツーと今日めちゃくちゃ相性悪いけど。逆に、あそこでドラフトの最終順で俺がキュアは取らないとやばいと思いますけど、逆に。なんで？ゾロワークに一番ついた方がいいと思うけど、なんでいらないの？説明してみ。え、普通にゾロワークに際は意がありえないと思うけど、逆に作るの。ピクシーなんていらないと思うよ。まあ喋ってる場合じゃないか、こんなの。一回もフラワーヒールついてないよ、やばい。ああ、もうこっからはあれや、ボタン押してあげるよ、もう。ゾロハークに、いや、キュアはいらないわけないと思うけど。逆にな、何がいるの、逆に。本当説明してほしいけど、逆に。ゾロワークにキュアはいらないの？本当？え、びっくりしちゃったの。ドラフトであの状況で、キアワがいらないわけないでしょって。なんでって、いや説明してもらったらなんか俺が知らないことがあるのかなと思ったけど、説明してくれないからなんでかもわかんないし。
衝撃すぎてなんか味方につかずになんかぼーっとしてた。なんでかほんと説明してほしいんだけど、説明してくれないからほんとモヤモヤしたままなんだけど。このメンツでキワはいらないって本当？なんで？ほんとそれ気になりすぎてさっき誰にもつかずヨロをしてたけど。いやほんなんでか説明してほしいけど説明してもらえないからほんとモヤモヤしたままだ。逆にフーパとかピクシー出されたら俺味方だったら切れるけどね。俺あの状況で ピクシーフーパーあたり出されたら私らがいらないと思うけど。何言ってんだよ。ディフェンスいてヒーラーいなかったら終わると思うけど。ニンフィアがディフェンス取るなら分かるけど、ニンフィアの場で4体ドラフト決まってあの状況で俺がラスト1で最終順で 俺がサポあれヒーラーじゃない方がやばいと思うけど。逆に何のディフェンスを取ればいいの逆に。カビゴンもオーロットも絶対いらないと思うけど、ヤドランでもいらないと思う。逆に言うならニンフィアのやつが4巡目であのディフェンス取るなら分かるよ。でもあれ5巡目で俺が取らなきゃいけないのは絶対ヒーラーだと思うけど。なんでか説明してくれる？いやもしかしたら俺が知らないことがあるのかなと思ったけど、ディフェンスが欲しい？なんで？そしたら4巡目のやつ言えばいいだけ。4巡目が逆にヒーラー取ったら5巡目で俺がディフェンス取るのは分かるけど、あの状況だからもうどうしようもなくないよ。ディフェンスいないの俺のせいじゃないんだって。逆にキュア取らなかったらゾロアークの人かわいそうだと思うけど、あの状況だったら。しかも先行だから俺キュアは取らないと敵は取ってくるし。なんでかほんと説明してほしいけど、ね、ディフェンス以外なんかあんの理由。ディフェンスもいらないと思うけど、40目のやつを取ればいいわけじゃなくて50目だからもう俺がディフェンス取ることできないね。多分今ね長文を書き込んでる最中だと思うから、まあ、もう少ししたら多分ね文章をこう書くんだろうと思うけど。音速強いな。
ちょっと俺連れてってくれないの、マジか。ちょっと2位以外の人マジで最悪や、マジだ。2位以外の人なんかシールド自分で剥がしたんだけど、なんで。そろそろコメント書き終わったかな、このダイオパンダって人。あまりにも衝撃のコメントすぎて、マジでさっき一瞬放置してしまったんだけど、1分ぐらい。まあ1分放置してたけど、編成圧倒的に強いから、まあ、勝ったけど、俺が5巡目なんだよ。で、1巡目でミュウツー取って、で、察しのいい人がまあ2巡目でゾロワーク取って、で、3巡目でマスカラ出てきて、で4巡目でニンフィアで、5巡目で俺だったんだけど、で、もうキュア以外ないと思ったけど、なんかね、俺も本当は別のやつ使いたくて、あのメダル、他のね、カビオンとヤドランのメダル新調したし、なんかそっち使いたかったけど、まあこう、まあ、あれだよね、2巡目まで順当にかなりドラフトで強いポケモン選んでもらえてるから、まあ当然、まあちょっと空気読んで、あのキュアね、しかないから、もうキュアしたいけど。これで50目俺なんだけど、で先行だからあれの状態でディフェンスが欲しいっていうコメントをもらって、えなんでってなって、マジで2分ぐらい何もせずに放置してた。でなんでって言って理由聞いたら、なんかディフェンスが欲しいからキュアはいらないって言われて、いや普通になんでって思うよね。だってあれの状況で5巡目でしょ、だってそもそもキュアワ以外ありえない状態なのに、俺がキュアワ取らないと敵が取るだろうし、それなしに、その先行であることなしにしても絶対キュアワ一択だと思うんだけど、理由聞いたらディフェンスがと言うんでしょ。逆にこの最初のこの4体まで決まってて、ディフェンス俺が取ったら別に特に ゾロワークとかミュウツーのメリット全然活かせないと思うけど、逆に下手したら負けるんじゃないか。まあ、とりあえずあれやな、切り抜きのネタできたからいいよ。明日ぐらいに上がる。逆にフーパとかピクシーとか取ってても、正直ゾロワークとかからいらないと言われると思うよ多分。まあ、切り抜きは増えたんでいいです。ほんとびっくりしちゃったの。いや結構微妙な判断に困るようなことは言われた場合は、そうだねっていつも言ってるんだけど、モバ勢じゃないから。LOL とかワイルドリフトやってる人だったらこう思うんじゃないかみたいなことがあるから、結構微妙なのは基本的にあのそうだねって言ってるんだけど、さすがにあの状況であのキュアワじゃなくてディフェンスを取れってのは一ありえないです。そんなにディフェンス欲しいのは4巡目で取ればいいだけだ。4巡目まで決まった状態で5巡目ドラフトだったら絶対ありえない。逆にピクシーフーパーでもありえない。しかも先行だからね。うん、先行じゃなくても高校で相手がキュア取らなくても絶対取る。逆にあの相手みたく気違いみたいなピックだったらもう何でもいいだろうけど、あそこまで味方が強いピックしてくれたなら絶対あれだ、あり一択だと思うけどね。で学習になるから、なんでなんですかって聞いたら、なんかディフェンスが欲しいしか言わないから、だから長文その後書いてくれるのかなと思ったけど、ここから返信もないし。本当に未だに理由わからん、なんでディフェンス取らなきゃいけないの。長文待ちしてたけど結局長文書いてもらえないみたいだけど、多分なんか全員柔らかいとかそういう理由で考えてんじゃないかな、おそらくだけど。4体まで全部柔らかいから硬くなきゃいけないみたいな。いやそれより絶対
もうゾロミユで40、50名でドラフト先行だったのもあれ9は確定だと思うよね、マジで。なんかもう、あの味方にね、放置とかされるよりも、意味不明なコメントの方が意味はやばいな。あの状況でディフェンス取るはちょっとほどよくわからなかった。逆に多分、あそこで際取らないと、味方の人にコメントで切れられると思う。それはめちゃくちゃなドラフト始まったら俺も適当に取るけど、あれはね、かなり3人目まで空気読んでたみたいなんで、いや、ほんと。